ナです。2024年7月にウエストエクスプレス銀河とサンライズを利用して1泊4日で和歌山南部の沖縄エリアを満喫してきました。今回の旅行では主に2024年で世界遺産登録20周年を迎えた熊野三山を中心に巡っています。車の免許を持っていますがペーパーなので基本的に公共交通機関のみで巡っていきます。ぜひ最後まで見てください。1日目の夕方に新幹線で東京から京都に移動し、京都からウエストエクスプレス銀河で和歌山の新宮に向かいます。新宮からは熊野三山の熊野早玉大社と熊野本宮大社に行き、紀伊勝浦駅周辺のホテルに宿泊しました。2日目は熊野那智大社に向かい、大樹町にあるクジラの博物館、串本町の潮岬灯台、本州最南端の日などを見ました。串本から大阪へ特急黒潮で移動し、大阪から東京まではサンライズで移動するプランです。また今回は和歌山満喫ワクワクパスを利用してお得に旅行してきました。このパスの注意点やどのくらいお得になったかについては動画の後半で紹介していきますので、ぜひ最後まで見てください。まず初日の移動です。東京から新幹線に乗り京都まで向かいます。京都には19時頃に到着しました。ただウエストエクスプレス銀河にはお風呂やシャワーがないので、発車までの約2時間で京都駅近くのネットカフェでシャワーを済ませました。もう少し時間に余裕があったら銭湯に行きたかったです。21時15分にいよいよ和歌山の新宮に向けて銀河が出発します。皆様こんばんは。東京駅対岡奈流列車ウエストエクスプレス銀河へようこそ。皆様のご乗車を乗務員一同お待ちしておりました。列車は千年の都京都を地獄通り出発いたしました。これから本州最南端の串本や南紀勝浦温泉、そして熊野三山の一つ熊野早玉大社が鎮座する新宮に向けてまいります。銀河車内の様子についてはこちらの動画でまとめていますので参考にしてください。9時37分に新宮駅に到着し、まずは熊野三山の一つの熊野早玉大社に行きました。ということなんです。異なる宗教が1000年以上続いているけれども、争いもなく平和に過ごしてきたこと、それが世界の宝物なんだよということが、ここが世界遺産登録になった大きな大きな理由なんです。もう価値ある地域資源。この日はかなり暑かったので、熊野早玉大社の参拝後は神社の近くにある柿の宛さんで柿の葉寿司と梅ソフトを食べるなど、食事や休憩をしつつ新宮駅に戻りました。熊野早玉大社の次は新宮からバスで熊野本宮大社に向かいます。和歌山満喫ワクワクパスでは熊野御坊南海バスの2日間のフリーパスも含まれていますが、フリーパスは事前に熊野御坊南海パスの窓口で引き換えておく必要があります。12時9分発の本宮大社行きのバスに乗りました。新宮駅から熊野本宮大社までは約1時間あります。山道を進むため揺れることも多いですが、進行方向右側の席に座ると熊野川の雄大な景色を楽しめるのでおすすめです。本宮大社前で下車し、熊野本宮大社を参拝、社殿まで階段が158段あるので結構足に来ます。階段を登った先に参拝順序が書かれた看板が設置されています。参拝の順番は主祭神であり来世を司る血巫女の狼、前世を司る早玉の狼、現世を司る伏見の命、天照大神、そして最後に結びの神です。本宮大社周辺の地図です。本宮大社参拝後は歩いて10分のところにあるイザナミの命の荒御霊がお祭りされている宇部田社にも参拝し、日本一の大鳥居がある大湯の原に行きました。鳥居までの道中に広大な畑がありますが、大湯の原の景観を守るプロジェクトとして個人や企業が出資して
景観を守っているとのことです。モスバーガーさんの記載もありました。帰りのバスまで少し時間がありましたので、お土産を見たり、和歌山県世界遺産センターで休憩も兼ねて歴史を学びつつ、14時45分の新宮駅行きのバスに乗り、1時間ほど揺られて再び新宮駅に戻ります。この日のホテルは紀伊勝浦にあるホテル&レンタカー6603で宿泊するため、紀伊国線で新宮駅から紀伊勝浦駅まで移動します。紀伊国線の特徴は何といっても車窓から見える青い海。観光列車ではない普通の列車ですが、太平洋の雄大な景色を見ることができるので、乗るだけでも価値があると思います。特にこの日は快晴だったので、とても綺麗な景色を見ることができました。紀伊勝浦駅には16時15分に到着。ホテルに荷物を置いて勝浦の商店街を散歩しながら夜ご飯を食べに行きます。この日は暑さのせいか人があまりいませんでした。夜ご飯はマグロ三昧那智さんでマグロ尽くし定食を食べました。中でも生マグロの刺身がとても肉厚で美味しかったです。少し早いですが、次の日の朝も早いので19時頃にはホテルに戻りました。3日目です。熊野三山の最後である熊野那智大社や那智の滝、その後は太地町でクジラの博物館と道の駅、最後に串本町で潮の岬灯台や本州最南端の日などに行き、大阪に戻るプランです。熊野那智大社へのルートは大門坂、熊野那智大社、那智青岩渡寺、那智の滝のコースで巡りました。こちらがメジャーなルートになります。大門坂まではまず紀伊勝浦からバスで大門坂入り口まで向かいます。大門坂から那智の滝までの所要時間は2時間半とありましたが、帰りのバスの時間もあり約2時間で回りました。実際にかかった時間もご紹介していきます。朝早いですが6時45分に紀伊勝浦駅を出発するバスに乗車し、熊野那智大社へ向かいます。熊野那智大社の参道近くまでバスで行くこともできますが、途中の大門坂前で下車して大門坂を登っていきます。大門坂とは熊野古道の一つであり、熊野古道は世界でも珍しい道のユネスコ世界遺産なので、ぜひ自分の足で歩いてみたいと思いました。ちなみに道の世界遺産は2つしかなく、この熊野古道とフランスとスペインにあるサンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路です。大門坂の由来はかつて入り口に大きな門があったことからその名がついたそうです。民家や棚田の広がる里山の風景を横目に、少しずつ石段へと変わっていく山道を進んでいきます。歩いていき、樹齢約800年の夫婦杉の間を抜けると、光が遮られ、辺りは森の空気へと一変し、苔むした石段が遠くまで伸びており、バスでは感じることができない趣を感じることができました。実際に登ってみると、苔に覆われた石畳の階段が267段ほぼノンストップであったので、かなり疲れました。私は体力がない方なので、最初の5分ぐらいで息切れし始めましたが、体力があるうちに登り切りたいと思い、ほぼ休憩を休まず、だいたい約20分ほどで登り切りました。大門坂を登り切った後は、参道から那智大社まで467段の階段があります。バスでここまで来ることができるので、大門坂のバス停で降りたことを後悔しつつも、最終的に那智大社には7時39分に到着しました。朝早い時間に行けた分、人は少なくゆっくり参拝することができました。神社の横の高台から見ると、改めて標高の高さを感じます。社殿の横にある大楠の胎内くぐりも体験しました。胎内くぐりとは、現世から狭いところを通り抜け別の世界に生まれ変わることを表す儀式の一つだそうです。那智大社の大楠は樹齢850年とされ、神社の御神木ともなっています。幹が空洞化しており、ごまきか絵馬を持って通り抜けます。私もごまきにお願い事をし、
中に入っていきました。中は涼しく静かで凛とした気持ちになりました。さて続いては那智大社のお隣にある那智山青岩土地に行きます。神社とお寺が隣接していることに違和感を感じつつ、これが熊野三山が世界遺産に登録された神仏集合を表現していることを実感しました。ここから遠くに見えている那智の滝まで歩いていきます。現時点で約1時間経っているのでペースを上げて進んでいきます。那智山青岩土地から三重の塔を通過し、最終的に那智の滝の入り口までは約15分かかりました。広尾神社では那智の滝そのものをこの地に大名無知の神が現れた御神体としてお祭りしています。そのため広尾神社には神様をお祭りする社はなく、直接那智の滝を拝礼しています。御滝拝所部隊入り口の受付で那智の滝へもっと近づけます。那智の奥大雲鳥連山から流れている流水が大滝となり、那智四十八滝と呼ばれる数の滝があるとされ、その中でもとりわけ落差が大きいものが那智の滝になります。那智の滝は一の滝とも呼び、高さ133メートル、調子口の幅13メートル、滝壺の深さは10メートルあり、落下する水量は毎秒1トンほどとも言われています。那智の滝前のバス停に着いたのが8時50分、9時4分のバスまで時間があったのでお土産屋さんを見たりしていました。バスに乗り9時28分に紀伊勝浦駅に戻りました。この後は泰治駅に向かう予定でしたが、電車の待ち時間があったので駅から歩いて10分ほどのにぎわい市場に行きました。マグロの脇口さんでもちマグロを食べたのですが、これが本当に美味しかったです。ちなみにウエストエクスプレス銀河のパスを持っていると割引もしてくれます。通常の冷凍保存では解凍した際にマグロの身から旨味を含んだ水分が出てしまいますが、生マグロはマグロ本来の美味しさが味わえます。生マグロは水揚げ場所が近い勝浦周辺でしか食べることができないと思いますのでおすすめです。10時5分発の紀伊国線で泰治駅に向かいます。泰治駅の町営バスに乗りましたが、まさかの無料でした。7分ぐらいでクジラの博物館に到着します。10時30分からクジラのショーがあったのでチケットを購入しショーを見ました。イルカのショーとは異なり体が大きい分迫力がありました。ショーエリアの隣にあるふれあい桟橋ではイルカやクジラに餌をやることができます。触ることはできませんが、本当にすぐ近くで餌をあげることができ貴重な経験となりました。その他にもカヤックに乗ってクジラと触れ合うことができたり、夏の時期にはクジラと一緒に泳ぐことができるなど様々な触れ合い体験があります。ここまで見ると水族館要素が強いのではと思いますが、博物館本館ではクジラと人の歴史や生物学としてのクジラの展示など標本数もかなり多いです。とはいえ来館者の7割ぐらいは親子連れで、クジラのショーや水族館を目的として来る方が多いので、博物館本館の方は人が少なくゆっくりと見ることができます。お昼ご飯は町営バスに乗り道の駅泰治でクジラかつクジラコロッケ定食を頼みました。泰治町のキャッチコピーはクジラと共に生きる町泰治町と書いてあるように、クジラの博物館や道の駅、町の中に置いてあるポストなどいろいろとクジラを感じることができました。他にも日本で唯一のクジラと泳げる海水浴場もあるそうです。今回は行くことができませんでしたが、普段海水浴もあまり興味がない私でもさすがに気になりました。再び町営バスで道の駅から泰治駅に戻り、今度は紀伊国線で串本駅に移動していきます。串本では潮岬灯台と本州最南端の碑南紀熊野ジオパークに向かいます。まず串本駅から潮岬灯台に町内コミュニティバスで移動しますが、
ウエストエクスプレス銀河に乗車した際に購入したマグトル号の周遊パスが利用できました。潮岬灯台は日本で16基しかない登れる灯台の一つとなります。そこからは180度の水平線しか見えません。風は強かったですが、絶景を見ることができました。灯台から歩いて10分から15分のところに本州最南端の碑があります。ここまで来ると本州最北端も行ってみたくなります。またすぐ近くに南紀熊野ジオパークもあり、このエリアの成り立ちについて学ぶことができました。この後特急で串本から大阪まで戻る予定だったのですが、特急までの時間に余裕があったことと想定以上に汗をかいたこともあり、串本駅から徒歩7分のところにあるサンゴの湯という銭湯で汗を流すことにしました。さて、避難エリアに別れを告げ、特急黒潮で大阪まで向かいます。黒潮は様々な車両がありますが、今回は旧オーシャンアローの車両に乗れました。大阪には22時2分に到着。0時33分発特急サンライズ瀬戸出雲東京駅です。現在浜ヶ崎駅付近を走行しております。列車到着までもうしばらくお待ちください。サンライズには3回目の乗車でしたが、今回は初めて伸び伸びシートに乗車しました。床は想像より硬く、枕やエアベッドを持参していましたが、あまり寝れなかったです。ただ特に遅延もなく、無事7時8分に東京駅に到着し、全行程を終わらせることができました。和歌山満喫ワクワクパスの注意点について紹介します。それはバスなどのチケットの受け取りについてです。和歌山満喫ワクワクパスは様々なバスや鉄道のフリーパスがついていますが、アプリを表示してそのまま使えるのではなく、ものによっては決められた場所で引き換える必要があります。実際に熊野御坊南海バスに乗った時には引き換えはしておらず、熊野早玉大社前から新宮駅までの乗車分は損しました。ただ今回このパスが有効区間内の乗車運賃を比較すると、通常だと 15,120 円かかるのに対し、パスは 7,800 円だったので、ほぼ半額の 7,320 円もお得に観光することができました。まとめです。今回はウエストエクスプレス銀河の避難コースで初めて避難エリアに行きました。熊野三山で歴史を学べただけでなく、自然あふれる魅力的な場所ばかりでとても楽しめました。車を使用しないプランでしたので、バスの時間などにどうしても縛られてしまいましたが、十分いろんなところに回れたと思います。次回は京都ではなく名古屋から特急南紀などを活用して和歌山に行ってみたいと思います。ぜひ次はクジラと泳ぐ体験もしてみたいです。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。